香港を西側民主主義体制にとどめられるか。1997年6月に英国から中国へ返還された香港は特別行政区と位置づけられた。従来通りの生活が保障され国際的な地位も変わらず。ビジネスや金融で東洋有数の巨大市場を維持し続けた。だが中国共産党政府の浸透は狡猾に進められていた。 2014年中国政府は、香港特別行政区における一国二制度について、香港固有のものではなく、すべて中央政府から与えられたものであると明文し定義化した。同年8月31日に第12期全国人民代表大会常務委員会が、2017年からの香港の普通選挙制度について、事実上の香港親中派優遇、 民主派締め出し策を設けることを発表した。香港民主派はデモなどを通じ、中国中央政府による一国二制度のあり方に反対の姿勢を明らかにしてきた。今年も唐突な感じの逃亡犯条例改正案をめぐり、香港世論は裁判権の独立性に悪影響を及ぼすと危惧し猛烈に反対デモを起こした。思い出すと第二次世界大戦開戦の翌年、 ナチスドイツに降伏したフランスは休戦協定を締結させられた。協定に反対して英国に亡命していたドゴール将軍がロンドンで亡命政府を結成した。フランス国内でレジスタンスを呼びかけ、解放後の臨時政府の前進となった。西側自由民主体制に留まりたい香港を支援するのは、米、英と同連邦諸国、西側体制各国だ。 日本ももちろんそのグループだろうが、中国への配慮があって表だって香港民主派を擁護できない立場だ。レジスタンス呼びかけのような運動を支援できまい。一つ厳然たる事実がある。英国統治下の香港には、香港住民の意思を反映させる政治制度がなく、民主主義は存在しなかった。 それだけにずるくしぶとく忍耐強く民主主義を勝ち取る戦術、戦略が香港市民に備わっているか疑問だ。騒げば騒ぐほど制圧する中国政府を利する現実局面が続出するような気がしてならない。この先も中国政府に平等されたくない市民運動は続く。もし、中国政府が人民解放軍を繰り出した時は一旦歩行を収め。 海外都市を拠点にかつての自由フランスに習って、香港民主化一国に制度の存続を粘り強く戦ってほしい。無残な人権抑圧をへとも思わぬ卑劣鉄面皮な共産主義を撲滅しなければならない日本も何としても自由香港市民を支援する。何ができるか、近隣地域の台湾やアセアン諸国と連携して東アジアの自由を守る戦略を構築し、 西側各国と共にありたい。